なりこちらも注目の小園との対決ということになります。さあ牛島さん、この橋本、ね、どういったピッチングをするかというのも非常に注目ですけども。そうですね、はい、こうフォームにちょっと特徴があるサウスポー、はい、ということですね。もうあの右足を突っ張って腕を走らせていると思うんですよね、なるほど、突っ張って走らせる、はい、こうなんですかね、柔らかく使わずにパンって伸ばして突っ張ることによって腕を走らせてますから、それでどれだけのボールがいくか。マウンド上の橋本、最速は149キロのストレートです。まあ、今日は自分のボールがどこまで通用するのかというのも試してみたいという話もしてましたが、確かにこう踏み込んだ右足、はい、突っ張りますね。そうなんですよね。それで、肩とかに負担かからなければいいですよ。おお、背面キャッチ、一塁アウト。いやー、思わず打った小園もそれを取るかという表情でした。いきなり反応、ちょっとなかなか我々もこれ一塁で一度見るか見ないかっていうようなプレーがいきなり出ましたけどもね。いやいや、出した橋本もお入ってたっていうようなリアクションでしたね。そうですね、はい、まあ、でも投げ終わった後のね、はい、練習ちゃんとこう取らないとね、ピッチャー返し根を大感心というようなね、はい、プレーになりましたね。さあ、ピレナは初球を打っていきました。左中間打球転がっていきます。今度はストレート狙っていた、そんなようなバッティングになりました。ピレナ、ワンアウトランナー一塁です。今日は無観客で行われていますが、この橋本の試合前の話を聞きますと、はい、実は無観客でなければ家族を招待したり、はい、知り合いを招待したかったんですけどねと、はい、いう話もしていたんでね、そういった姿も見せてあげたかったでしょうが、今日は無観客の中でプレーをしていますこの橋本です。大正大出身ではありますが、出身の県は福井県というこのマウンド上の橋本です。岡野がね、ある程度ピッチングしましたから、はい、プレッシャーかかってるでしょうけどね。バッターボックスは坂倉。おお、スライダー、ちょっとこう今のスライダーの坂倉の見逃し方が一瞬目線がね、上がるようなスライダーでした。よけようとしたら、ね、あのよけ方見ると左バッター今のスライダーは打ちづらいでしょうね、はい、自分の方に来たような錯覚になってますからね。ストレート、サードゴロになりました。難しいバウンド、高橋が合わせて二塁はアウト。一塁に投げることはできません。ツーバウンドランナー一塁と場面変わります。今のただ左バッターの結局あのスライダーがちょっと生きてたっていうような感じになるんでしょうか。そうでしょうね、あのスライダーがある分踏み込めずにね、手投げでなってますからね。投げ方もあのそれほどこう上げた体がひねり込むというよりは体整体したまま投げていくというか、ちょっとこう変則的にも見えるフォームです。さあ、ツーアウト奪いました。まだここまで6球しか投げていません。マウンド上の橋本、低め空振り、いい高さです。いや、何かこうひょうひょうと落ち着いて、カープの各バッターも名前の看板にも全く物おじしないといいますかね、落ち着いて投げているそんな印象があります。マウンド上の橋本です。ツーアウトランナー一塁、低めの変化球、空振り、ツーストライクです。変化球の精度、高さご覧なく後ろ、いいと思いますね、はい、いい高さに投げてますからね。初対外試合とは思えないようなここまでのボールを投げています。マウンド上の橋本、低め、さすがに今度このボールは手を出しません。ただ左ピッチャーで言いますとクロスファイヤーと言いますけどもね、はい、右バッターのインサイドにどれだけ投げ込んでいけるのか。そうですね、はい、カウンターワンボールツーストライク。大学4年生の秋にはリーグ戦でノーヒットノーランも達成しました。まあ、ですから、まあ、先発が基本であるというピッチャーではあると思うんですがね。サインサイドに構えた、逆になってしまいました。ツーボールツーストライクです。左がね、先ほどのスライダーがあって、はい、打ちにくいだろうな。あと右バッターの
あの抑え方っていうんですかね、あの、沈む球は空振り取れるじゃないですか、はい、それ以外の球は見てみたいですけどね。もう一度木下内に寄ります。3ボール2ストライク。今私も内に寄りますと言いながらこれだけ静かなので声届いてないかなってちょっと思ってもねしますけども、バッターにバレちゃいますね、いや結構あの試合前にディレクターが降りていったら結構聞こえるぞって話したんでね、はい、あんまり内に寄った外に寄ったって話をするのもどうなんだと思いましたが、さあフルカウントです。足元インサイドの変化球はファウルボール。打ち取るのはもちろんですけども、ここでこう簡単にフォアボールを出さないというところも一つ橋本ピッチングとしてできるかどうかというマウンドです。まあ、ルーキーながら背番号13というね、ドラゴンズにとっては非常に重い番号を背負ってるんですが、まあ、少なからずそのプレッシャーというのもあるでしょうが、大会試合初名古屋ドームのマウンドです。セカンドゴロになりました。橋本名古屋ドーム初マウンドは無失点ピッチング。サードラゴンズ次は2番の高橋周平からです。勝ちたい。